Phil? Are you listening? Damn.0-0返しだったらまあいいでしょって感じは。
ね。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあ僕お願いします。そうですね、はい。まあこういう大会に出たっていうか、まあ、あの予選くらいだったら、まあ、参加することはあったんですけど、ちゃんとこうやってオフラインで会場に来てっていうのは初めてだったので、まあ、もうそうですね、もう飲まれて非常に、もう昨日夜あたりから眠れませんでしたね。本当にまあ、プレーすることに関しては、まあ、日頃一応たくさん試合をしているので、まあ、そのプレーに集中入ったら集中するっていうところは少しはできたのかもしれないですね。少し勝ったっていうのを聞いて、得点は少ないんですけど、同じ以上に得点が本当にないんで、はい、得点は多分トーナメント入ってから1点も取ってない。まあ山口でも、なんか山口との試合始まる前は正直ちょっと不安だったんですよ。モバイルが結構いかれちゃうんじゃないかなって正直あったんですよ。なんか山口のモバイルの子も強いって聞いてたんだけど、なんかあの試合見て、あ、これなんか結構いけるかなって、なんかあの山口との試合見て思ったんで、なんかそこからは結構もっと自分のプレーだけに集中できる状況になったというか。そうか、プレーも初めて。そうなんですよ、画面を見てるとこスタッツでしか見たことなかったんで、実際の動き見るまでちょっとあれ、なんかしかもすごい不安だって言うんで、えぇって思って、始まる前からそんな弱気って思いながら、けどまあ本当山口さんの最初の試合見て、あ、これだったらいけるなって思ったんで。試合前から決まってなんか事前になんかその予選段階でのクラブランキングっていうのがあって、それでマリノスだけゼルビアより上だったんですよ。そうです、今回の8チーム残った中で、はい、でまあマリノス側がもう即決でモバイルってね。そうです、ね、それはもう1試合が始まる前に、あ、もう1試合が始まる前に4選手で集まって、そのマリノス側の選手にあのモバイルでやりますか、強気でやりますかっていうのを聞いて、自分たちも聞いてる状況でモバイルでやりますって言って、はい、じゃあ前岡さん的には、まあ、勝って決めたいなっていう気持ちで、まあ、やってましたね。まあ、かなり手応えはありましたね。やってる内容的には悪くなかったが、本当最後ゴール取れなかったんで、そこだけあの流れで取り切りたかったってのはあるんですけど、さすがに負けんのも嫌だったんで、ちょっと迷ったのが、もう途中からその1点取られてもいいから取りに行くっていうのもちょっと考えたんですけど、マリノスとの試合良かったんで、初戦かなりモバイルの1試合目 0-0 でもまあまあっていうのもちょっとありながら、その辺もなんかもう途中からはかなり信用してたんで、あの1試合目見れて、決定機も作ってたんで、マリノスの1試合目決めてくれでやなと思いながら、いや本当に最後、本当に最後3戦目は相当プレッシャー、あれやばかった、あれはやばかった、最後のエリキのパス、エリキのシュート、あそこの、まあ、あの多分なんていうんですか、シュートの入力方向っていうんですか、が入ってなかったんですよ。なので真ん中になんかシュートがニュートラルで、サーとニアの蹴り分けがない状態で真ん中に飛んでたんで、出るんで、まあそのミスをでも普段やってるなと思ったので、ちょっとそこを修正しないとな。なんかその入力が入ってないとか、なんかあるじゃないですか、あのトラップの時にダブルタッチするやつ、あれとかもその入力が入ってなくて、あ、できなかったみたいなのも結構やったりするので、そこら辺自分で、そうですね、分かっミスしてるなってところは直さないとか、ね、なんかさっきちょっと聞いたら青森出身で、まあ、黒田監督、
もう、まあ、我々も熊倉さんと応援してたんで町田ゼルビア選んだっていうことで、まあ、こう不思議な縁でよかったですね。よかったですね。まあ、どうでした前岡さんとこのチームどうでした隣に隣にして気になるけど、ね、代表決定戦があるまで知らなかったんですよ、その存在を。このチャンネル自体も全然知らなかったんですけど、あのアプリ据え置きのあれなんで知らなくったんですけど、なんかその SNS の知り合いから相方になるかもしれない人がすごい人だよっていうのをこう情報を素晴らしい知り合い聞いて、はい、でもうとりあえず代表になれたので、あ、まあ、なんか最終的にトータルスコアだし、まあ、どうにかしてくれるんじゃないかなって思いながら、まあ、ずっとやったんですけど、うん、ちょっとそうですね、もうこのオフライン来てから頼ってばっかりでいられないなとは思いながら言ってましたね、まあ、結果的に何もできなかったですけど気軽にっていうか、うん、簡単に出れたらいいんですけど、代表になるまでがそもそも大変なので、そこ毎回なんていうんですか、その今も多分なんていうんですか、なんかミランとか、うん、インテルとかいろいろちょいちょいあれ毎回ランキングイベントやってたら疲れるなと思ってやってらんないなと思って、もう今回 EJ に全部注ごうと思ってたんで、うん、なのでもう他のそのやってなくてってぐらいなんで、そうですね、他の参加したいですけどちょっとですね、まあ、考えながらぼちぼち半年に1回くらいならいいかなくらいで、はい、EJ リーグに関してどうですか。 EJ リーグはもう絶対もうリベンジしたいですね。もうよかったっすわ。ちょっと今回は悔しすぎたね。それはよかった、まあ、EJ リーグまたこれ町田で出る流れですね、これは完全にいや本当、はい、僕でよければまた初めて出た大会であんま嫌な思いしなくてよかったなと思ってます。なんかまた大会に参加しようって思える、そうですね、あれになってよかったなっていうのは感じましたね。楽しかったですね。楽しかったですね、うん、それがよかったですね、やっぱ、まあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それから激作の YouTube もいやもうもう配信行ってコメントします。モバイルは全然やらないけど俺たちが